キーー平野圭一郎のそろそろいい時間ご機嫌いかがですか平野圭一郎です田村陽子ですさて明日3月13日からはマスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とするという考え方の見直しが出ましたが、うんはい、矢野さんいかがですか うん、まあ、なんか、科学的な根拠に基づいて政府がそう言うんだとね、納得できるんですけど。うん G7 の時に見栄えが悪いとか、割といい加減な理由で決めてるろて、釈然としないんですけど <laughs>、はい、ただ、もう今年は花粉がものすごい量が待っていて、はい、観測史上でもなんかこう、かなり上位に来るぐらいの量らしいんですけど、うん、そっちの方でやっぱりなかなかみんなマスクを外せないんじゃないですかね。そうですよね、あとインフルエンザの対策っていうのも相まってね、今のこの日常化されているマスクの習慣を元に戻すっていうのも、少し勇気がいって。 しばらく手放せなさそうな気がしておりますが、うんうん、まあ熱くなればねみんなおのずと外すかもしれないですけどまあ徐々にでしょうね,ねはい、うん、それでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますようにそろそろいい時間スタートですピープル平野圭一郎のそろそろいい時間ピープル 平平野野一一郎郎のそろそろろいい時間改めましてでですすトムセンですさてここ最近の平野さんはというと、はい、3年ぶり久しぶりに海外へ行かれました、うんはい、ついに <laughs> ついに <laughs>、ええ、え台北国際ブックエキスポへの登壇と、はい、いうことだったんですけれども、はい、あと書籍のプロモーションなどで台湾に行かれました々の海外台湾はいかがでしたか そうですね。台湾は実は初めて行きましたね。あ、そうですか。うん。なんか、ずっと行きたいと思ったんですけど、なんとなく機会がなくて、うん、まあいざ行こうと思った時にこのコロナ来ちゃってとか、まあ、いろんな理由で、はい、あの、今回が初めてで、すごく楽しかったですね。で、海外も本当に久しぶりだったんで、うん、その、 久しぶりに空港の国際線のゲートとかに行ったらかなり自動化が進んでいて、うんえー、今まで一部だったのがこう全面的にこう、なんていうか出入りのところが機械化が進んでいて、なんか <laughs> 出国入国ってどんなんだったっけみたいな感じでちょっと忘れたところもあって、<laughs> 入国の時にはちょっとなんか登録みたいなの、3回ワクチン打ったと、と接種したとかいう確認とか登録とかも必要だったりとか、まあ、多少ありましたけど、でもほとんど もうコロナ前と同じような感じの出入国になってましたね。インスタグラムで拝見しておりましたけれども、うんはい、大盛況でしたね。そうですね。あのまあ、台湾で本が45冊ぐらい刊行されてるんですけど、うん、結構あのやっぱり好きで読んでくれてる読者がたくさんいるってことが今回分かって。<laughs> はい、でまあ「b o o k って大体こう台湾だけじゃなくていろんな国でやってる時に、まあ、いろんな海外の作家をゲストに招いて。 公開のトークショーをやったりするっていうのがよくあるんですけど、うん、ちょうどある男の映画が公開されてるっていうこともあって、その僕が現地でまあただの作家と対談したりとか、インタビュー受けたりとかっていうことがいろいろあって、うん、実はね、2泊3日しかいられなかったんで、本当にもう弾丸だったんですけど、えー、ただすごく歓迎してもらえて、楽しかったですね,ね実際、そのファンの方とも直接、なんかお話をされているっていう、そういうシーンの写真を拝見しましたけれどもね。 うん、をあのダイレクトにその感想をいただけるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。うん、やっぱり嬉しいですよね、うんあの。本当にそれはどこの国に行ってもそういう読者があなたの本好きなんですって言ってくれるっていうのは、うん、まあすごく感動的ですし、うんまあ、前も言ったことあるけどやっぱりジョン・レノンとかああいう人が「ラブピースって考えになるのもね。 うん、世界中どこに行ってもビートルズのファンいますから、うん、やっぱりそう国同士の戦争とかっていうのはねナンセンスだっていう気持ちにあのますますなるってよよくわかりますよね国境を越えてこう作品っていうのはね、うん、広く親しまれていくっていうことなんですけれども、うん、またこういう機会が増えていくといいですね。そうですね今年は何回かちょっと海外に行きそうなんで、ねうんうん、だんだんちょっと元の生活に戻ってきつつあるかなって感じもしますよね。 そして、えー、こちらは前回も触れたかと思うんですが朝日カルチャーセンターで開催のオンライン講演に平野さんがご出演されます。はい、テーマが三島由紀夫後期の思想と行動、うん、対談形式で行われますが、はい、対談のお相手が白百合女子大学教授でで三島由紀夫研究者の井上隆さんです井上さんはもう日本だけじゃなくて世界的に三島研究の第一人者と呼ぶべき人で。 まあこの10年ぐらいずっと交流があって、あの、折に触れていろいろ対談したり、まあ個人的にちょっとお話したりとかっていう関係が続いてるんですけども、はい。まあ,あ、の、僕の三島行き論もようやく,ようやく、<laughs> 4月、4月に勧行できることになりまして、お, <laughs> おめでとうございます。まあ,ありがとうございます。まあ今、ゲラーの2、まあ2目をまあちょうど見直し終わったぐらいのタイミングで、まあ今度こそちゃんと刊行されると思うんですけど、 その三島意気論の特に法上の海論っていう最後に書いた部分の執筆中も結構やっぱりいろいろちょっとメールで質問させてもらったりとか、はい、それに非常にあの実証的な研究の観点から助言してくださったりとかということもあって、うん、で、まあ三島って言ってもこう二十数年ぐらい、まあ四十五歳で亡くなるまでの間の創作活動の中で、まあ、変遷もあるので、はい、特にまあ 放棄の思想っていうんですかね。30代後半ぐらいから、まあ、亡くなるまでの間に彼がどういうことを考えていたのかっていうところを中心に当日お話したいなと思ってます。3月25日土曜日18時30分より開始です。はい。そして平野さんによる文学解説が聞ける文学の森、うん、ツイッターもあるということなんですけれども、はい、まあ引き続き小説をより深く味わうための視点と情報をお届けしている。 はい、そうですね、まあ、月に1回、読書会みたいなことをオンラインで今、開催してまして、はい、それの告知のアカウントを作ったんですね、<laughs> ちょっと前に。それでいろいろ世界文学の紹介とかを行っているので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん、興味があればフォローしていただいて、文学の森にも参加してください時間をかけて味わうっていうところが。うん いいですよね今の時代何でもこうクイッククイックなんですけれどもう、ねうん、だから文学の森も3ヶ月に3ヶ月かけて一作を読むみたいな,あペースなんあそんなにかけるの、うん、ええ、結構あの忙しい人でも参加できますしあの、うん、作者だとか翻訳者だとかにゲストに来てもらうとかいろいろな工夫をしているので楽しめるんじゃないかなと思いますはいこちらも是非チェックしてみてくださいでは本日の1曲目です「ベロニック・サンソン」 バーナーズソング。<People. S 1> 平野啓一郎の。そろそろいい時間。お送りしたのは、アルバムハリウッドからベロニックサンソン。バーナーズソングでした。はい、フランスのキャロルキングと登場された<ー>、まあ。フレンチポップスの、非常に有名な歌詞なんですけれども、七十七年リリースのアルバム。 思い出のハリウッドからですね。うん、で、まあ、僕あんまり実はね、この人知らなかったんですけど、ネットをちょっと最近知って、はい、まあ非常にこう、ファンキーでソウルフルな音楽で、うん、へえと思ってちょっと取り上げてみたんですけど、まあ当時彼女は結婚、出産、離婚、それからまあアルコール中毒とかですね、いろいろ生活の上でもなかなかハロン万丈な時期だったようなんですけども、うん あの西海岸からね、レイ・パーカージュニアとか、ハービー・メイソンとか、まあ、おなじみのミュージシャンたちも参加していて、すごくあのいいアルバムになってます、いいアルバムなんで、あのちょっと気に入って聞いてました。うんこの曲に関しても、BPM をもう気持ち早くしたらこう、うん、ディスコソングっていうね、感じありますよね。ちなみにこれ、カッコの中、カッコがあるんですけど、タイトルの副題みたいな感じで、これはフランス語ですか、うん あ、そうですね。ギルネ・ュル・パークっていうのね。ちょっと読めないので省略してしまったんですけれども。<laughs> うん、<laughs> はい。ベ、えー、ロニク・サンソンの Burners Song をお届けいたしました。うん、さて、この一月気になった話題はというと、こちらです。うん、パレル・ウィリアムズ、ヴィトンのメンズクリエイティブディレクターに就任。はい。 この度ルイ・ヴィトンは、10校の末、ヒット曲、ハッピーなどで有名なポップスター、うん、ファレル・ウィリアムスさんを、メンズコレクションのトップに任命しましたまあこれはすごいびっくりしましたね、やっぱ、はいうんまあバージル・ラブローが期待されつつ、亡、まあ、くなっちゃって、ええ、彼、やっぱ結構スター性もあったし、その後どうするんだろうっていう,ようなことで、うん、今シーズンはね、そのデザインチームが作ったあのディレクターなしでやるっていうことになってるんですけど、うんうん で、いろいろ噂飛び交ったんですけど、まさかね、ファレル・ウィリアムスになるとは全然思ってなかったんで、はい。できるのかなって言わちっ,思ったんですけど。<laughs> ょっとね、ええーうん。なんか、アディダスとのコラボとかはちょっと見ていて、くっつかったりとか僕したことありますけど。うんうん、あそうですか。はい。でもそれとやっぱり、ね、年2回シーズン、どんとやって、まあ、ビタン、その間、今もこう、いろいろなあのラインとかも年中ずっと出し続けてますから。うん,う,んうん。 それに関わるの大変だろうなと思いつつ、はい、デザインチームがかなりしっかりしてるので、うん、まあスターを連れてきて、彼にこうディレクションしてもらいながらっていう方が実は賢いのかなみたいな気もちょっとしつつ、うん、でも楽しみですね。そうですね。うん まあ、ちなみにファレルは過去にもルイ・ヴィトンとコラボレーションしたことがあって、うん、その時はサングラスとかジュエリーのデザインを手がけたそうです、うんうんで。さらに2000年代初頭には日本人デザイナーの2号と組んで、うん、ファッションブランドビリオネア・ボーイズ・クラブを立ち上げるなど、まあ、うん、ね、もともとおしゃれさんですし、うんうん、ファッションにも造形が深いことでも知られていますからね、うん、そういう意味では期待大ですけれども。ただね、やっぱり、 されてるデザインもいいいっぱいんでしょうね <laughs> いやそううでしょうね <laughs> そりゃないよみたいな <laughs>、えー。急に横入りされたみたいなね、うん。なんかでもね、<laughs> えー、彼のテイストは結構可愛いんですよね、ちょっと。ーあのバージルとかよりもまた爽やかだし、う,ね、うまくいけばね、すごく売れる服になるんじゃないかなって気もしますよね。うん、そうですよねでも、ビトンはね、やっぱ僕、ちょっと偉いなと思ったんですよ。も、ま、う、あ、本当に、はい、まあ世界最大の規模の企業ですし。はい 本当にこうフランスの、ね、伝統的なブランドですけどやっぱり最初のマーク・ジェイコブスから始まってすごくこうデザイナーは攻めてるんですよね。全然フランス人にこだわったりもしてないしうん、うん、で今回の人選とかもやっぱり保守的じゃないっていうんですかねうん、うん、それはすすごいいなと思いますよね時代に合ったこうデザインっていうか、ねうん、まあ伝統古き良きっていうのをもちろん重んじつつであると思うんですけれども。うんうん チャレンジングにやっていくってことですよね。うん、服とか時計とか始めたのは遅かったんで、うん、まあその分自由っていうところもね、うん、あるとは思いますけど、まあそれにしてもね、やっぱり攻めてるなと思いましたけどね。平野さん、ご自身が気になってるブランドなどで何かプロデュースしてみたいものなどありますかえ僕がはい。 いや、ないです。いないですか。<laughs> 即答でうん。いや、なんかね、自分のもっとこういう服あったらいいなとか思うこととかあるんですけど、えー、まあ、そんなちょっと大それたことはあんまり考えないですね。ないですか、うんえー、でも、あのおしゃれなので、うん、なんかね、そういうお話も今後来るかもしれませんけどね。いやどうかな。やっぱり、その、面白いと思いますけど、やってみたら、でもちょっとやっぱ無理じゃないかな、うん、現実的に。 そうですかうん結構、うん、まあファッションに興味あってマーク・ジェイコブスとかカール・ラガーフェルドとかの,あの仕事ぶりのドキュメンタリー映画とか昔好きでよく見たんですけど、えー、まあねめちゃくちゃブラックですし、うん、とにかくコレクションの前は、うんでまあ、もちろんそのメインディレクターになるわけじゃなくて単にちょっとなんかコラボするぐらいだと思うけど<笑><笑>でもその中でやっぱりプロフェッショナルの人たちが仕事している様を見るとね,、うんねうん、やっぱちょっとなんかコラボ 一丁紙みたいな感じで外から <laughs> 関わるのは難しいなと思いましたよね。ういう意味ではこのファレルはねどういうふうにどこまでこう突っ込んでデザイナーとしてチームの、ねうん、一員としてやっていくのかっていうところも興味があります、うん、まあそうですねまあなんかでもこういう時代になっていくのかなとかもちょっと思ったりとか、うん、バッシュの勉強してる人たちはもうその裏方的にチーム を作ってるけど、ディレクションする人たちはもうなんかこう、ジャンル横断するような、あのことやってる人みたいな。うん。うん。まあとにかくちょっとこう、びっくりしたけど、面白い,い、ね、そうですね。ニュースですね。そうですね。話題性としては、はい、12分にっていうね。はい <laughs>、はいえー。ファレルがルイ・ヴィトンとおタッグを組んでっていうかね、メンズクリエイティブディレクターに就任したというニュースご紹介いたしました。はい。曲はブラッドメルド。 ゴールデンスランバーズお送りしたのはアルバム「Your Mother Should Know:Blood Melod d plays the Beatles」から「ゴールデンスランバーズ」でしたはい前作のソロ作品はプログレのカバーとかですねちょっと意表をつくようなものでしたけど、うん、今回はまあビートルズの 楽曲を彼レンにアレンジしたカバーアルバムっていうんでこれもなんかここまで来たらやるんじゃないかって予想してた人もいればちょっと意外だっていうのもありましたけど僕は実はライブに行ったんですね来日公演に。オケと一緒のライブでまあ彼のソロもありつつ彼が作ったピアノ競争曲をオケと一緒に演奏するっていう回でまあ競争曲はねすごくなんかこうラベルの影響が色濃いような作品で。 ちょっとまだね、缶とか弦とかピアノとかがこう、ブロック化されてるっていうか、<ー>その有機的にこう、絡まり合ってるっていう感じがちょっとね、まあ、もう一つかなっていうところもあったんですけど、はい、ただ、すごくやっぱり知的なイメージがこう、とつとつとこう内省的にこう溢れ出せていくような、彼の演奏、すごく心地よくて、なんかピアノ教則も2作目を今作ろうとしてるみたいで、 なんていうか、彼の曲って本当に左手と右手がこう、すごく自由に分離してるように調和してるっていうんですかね。かねあの、<laughs> っていうところ、ね、まあ自由にこう、まあ、右手でメロディー弾いて左手で伴奏みたいなんじゃなくて、うんうん、左手と右手のがすごくこう、自由に動きながら全体として調和してるみたいな楽曲と演奏なんですけど、うん、まあそういうこう、レイヤー構造みたいな、OK、オーケストレーションでも活かされていくようになると、まあすごくいい作品がある。 これから書かれていくんじゃないかなっていうちょっと期待もあって、はい、まあそういうことをしながらこう、ビートルズのメロディーとかの良さが分かるっていうんですかね、彼は。ちょっとそういうところがまあ独特のジャスミンシャンですよね。ーレイディオンヘッドとかもすごく好きですし。 えー、面白いですねあとタイトルも面白いなと思ってアルバムのタイトルですけども「うん、Your Mother Should Know」っていうね <laughs> う、うん、お母さんにちょっと伝えた方がいいよって知,、うん、知っとくべきだよっていうねブラッドメールドがビートルズやってるよっていう今年の2023年の作品から「g o l d e n s l ー m b e r s お送りいたしましたはい People. 平野慶一郎の「そろそろいい時間」 ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間引き続き気になる話題はというと不、はい、法が続いているんですが、はい、タラちゃんの声優さすが貴子さん死去、うん、ご長寿アニメ「サザエさんのフグタ」の古田ラ男役を演じた声優のさすが貴子さんが先月5日に請去されました。去年87、うん さすがさんは1969年のサザエさん放送開始からタラちゃん役で出演、うんえ。これで初回からの出演はサザエさん役の加藤みどりさんのみとなってしまいました。うん、加藤さん曰くサザエさんの初回放送から50年以上ずっと一緒に家族として歩んできたさすがさんについて、さす、うん、ちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃと思っていたので、うん、いなくなって本当に寂しく悲しい気持ちです。 とコメントを述べました、えーうん、最近ねちょっと全然見てないんですけどサザエさんも、えー、こう87歳まであんな小さな子供の声の役をやるっていうのはどういう気持ちなのかなっていうのはねちょっとこう不思議な感じをしますけどね。自分の中にもう半分はタラちゃんっていう感じの人生。うん なんか、サザエさんはね、子供の時見ると、すごくなんか憂鬱な気持ちになって、うんあ、それは日曜日のってやつ夕方っていうのもすごくありますし、なんかやっぱり、こうあの何事もない平和な感じっていうのが <laughs>、ええ、なんかこう、ある時からちょっとね、受け止めがたいってそう。 でももう、それもなんか乗り越えて、ええ、あんまり別に、ただなんかその、やっぱサザエさん的な家族っていうのを日本のこう伝統的な家族の理想像とするのかどうかみたいなことで、うん、結構サザエさんってこう政治的な文脈の中で出てくることがしばしばあるんです<ー>まあ、要するに3世代同居しててとか、そういう話ですけど。 実際は、あの、サザエさんの家に、マスオさんが、もともとサザエさんの実家に同居してるってことでから、いわゆる拡張的な夫の家に嫁入れしてみたいな形ではないんですけど、うん、まあなんかでも、そういうことでよくね、サザエさん的な家族みたいなことは言及されますけどね、うん、なんかでも、今ふと思い返すと、やっぱり小学生ぐらいの時にちょっとテレビつけてて目に入ったことが多いから、うん その頃の自分を思い出しちゃいますよね。ああ<ー>。うん、確かに。まあ、祖父母と一緒に、僕の実家もあの一緒に住んでましたで。ああ、そうですか。ちょっと家族構成的にも、うん、まあ、近くもないけど似てないところがないわけでもないぐらいだったんで。ね、うん、えー、まあ、あの、何事もなく平和なっていうところで、うん、それに安心感をね、 感じている方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、この声優というところで言うと、平野、うん、さこの絵と声が一心同体となっているこのアニメーションとか、洋、うん、画の吹き替えなんかもそうなんですが、うん、この声じゃなきゃやっぱりダメっていうキャラクターとか、うん、海外の俳優さんなども含め、ご、うん、自身の中でしっくり来る方っていらっしゃいますかああ、そうですね。やっぱり、 まあよく言われるのはケージコロンボとかね。日本の吹き替えで聞いた方がなんか雰囲気が出るみたいなことを言う人多かったですし。まああとは、僕とか世代的にやっぱロッキーとかを日曜洋画劇場とかので見た世代なんで、えー、本当の声聞いた時にあれこんな声だったっけみたいなあ<ー>。ああ、逆に。うんうん、うん。感じがしたりとか。まああと誰ですかね誰かいますか 私は世代でやっぱりこのアニメで言うとドラえもんですかね。<ー>大山信代さんの声がやっぱり、うん、今ね違う方ですけれども、うん、あとはドラゴンボールの悟空とかね、うん、あの座正子さんとか、うん、もう絶対にこの人じゃないと。 困るっていう、うん。<laughs> やっぱり、やばいらっしゃいますね。うちの子とかやっぱりネットフリックスで昔のドラえもんとか見たらすごい違和感あるみたいですね。あ、逆にね。うん、まあそういうもんか。やっぱり今の子の方がいいって言いますね。うん。うん、ちょっとね、可愛すぎるん、ね。<ー>今の子は我々世代からすると。うん、うんうんうん まあでも、大山信夫さんもやっぱり初期から最後の方にかけて、やっぱり声相当変わってますよね。そうですか。そうですか。まあやっぱ年齢が年齢なんでしょうがないと思いますけど、<laughs> えー、昔の声は最後の方の声と、うん、やっぱ結構違った気がしますねまあね、でもそれは、まあ、いた方ない部分ではあるのかなと思いますけどね。はい。タらちゃんの声優、さすが高子さん死去ということで、改めてご冥福をお祈りいたします。はい。 曲はボニーレイトニックオフタイムピート平野健一郎のそろそろ2時間お送りしたのはアルバムのタイトル曲ボニーレイトニックオフタイムでしたはい先日ねグラミー賞が発表されたんですけど、はい、まさかのというか最優秀楽曲賞に選ばれたのがこの、うん ポニーでその曲自体はね、Just Like That という、まあ、ちょっと違った曲なんですけど、ええ、まあ、なんていうんですか、ちょっと若干物議を醸しましたよね。うん、で、実は僕、あんまりちゃんと聞いたことがなかったんですけど、はい、それで聞いてみて、いや、でも結構いいんじゃないかなと思って、し、うん、選ばれるべきだったかどうかっていうのは、ちょっとひとまず多い、はい、あのいいシンガーだなと思って取り上げてみました。ねえ、73歳。うんね シンガーソングライターですけど、最優秀楽曲賞を今回、グラミー賞では受賞いたしました。うん、でね、プロデュースがあのドン・ボーズっていうね、今、はい、ブルーノートの社長をやってる人なんですよね。でブルーノートレーベルっていうのは、やっぱりジャズレーベルとしてちょっと低迷していった時に、うん、ドン・ボーズって、もともとベーシストで、あのう結構ファンク系のミュージシャンだったんですけど、はい、彼が社長に就任してからもう右肩上がりで業績が回復して。 コマーシャルの意味だけじゃなくて、ロバート・グラスパーとかを発掘して、大、はい、々的に売り出して、ちょっとこうヒップホップと融合したジャズの流れみたいなのを作っていった、うんうん、まあ、それに貢献した人の一人なんですよね、うん、ドン・ボーズっていうのはうん、うんあ。そういう意味もちょっと面白いかなと思。の彼がプロデュースすっってことですか。うすねうん、えー、アルバム,ニックオブタイム、NICK OF TIME。今日聴いてあった曲ですね。はい。 で、これはこれで第32回のグラミー賞の最優秀アルバムと最終女性ロックボーカルパフォーマンス賞を受賞してるんですね。この作品でももう受賞されてるんです,ですね。うん、はい。オニレイト、おめでとうございました。おめでとうございます。えー、はい。届くよ、<笑><笑>この声が <laughs>。ミックアップタイム、お送りいたしました。はい。さて、ここでメッセージご紹介いたしましょう。はい。FM 熊本でお聞きの ラジオネームが見当たらないんですが、うん、男性の方です。はい。ある男、映画を見てから本を買いました。ありがとうございます。どちらもとても面白かったです。はい。ピアノさんは自分で書いた作品を自分で脚本にしたり、うん、映画監督として撮ってみたいと思うことはありますか、うん、あ映像を撮るのは全く別だと思いますが、脚本にするのも全く別なのでしょうかうん,うーん ま,あまだ脚本にするぐらいはできなくないと思いますけど、うん、でもやっぱちょっと違う技術ですよね。でね映画の脚本はその純粋にストーリーを書くってだけじゃなくてやっぱり監督との関係とか役者さんとの関係とか、うん、映画会社とか芸能事務所とかとの関係性の中で出来上がっていくっていうのはよく分かって。はい その辺の調整能力みたいなものもね、結構求められてるあ、それ監督に求められますかええ、脚本家あ、ごめんなさい、脚本家ですね。うん、はい、脚本家にはやっぱそれが求められてるみたいで、うんうん、まあ、どういう映画を作るかっていうことにもよるとは思いますけど、はい、そういう意味ではね、ちょっと、うん、難しいですよね、あのあ、で、監督はね、ええ、やっぱ無理だと思いますね。無理 うんそ,それはなぜ、まあ、技術的にとか能力的にというか経験も全然ないですしあとはやっぱり小説って本当自分一人でずっとやる作業で、まあ、せいぜい編集者との関係ぐらいですけど、うん、エア監督はもういろいろな人との関係特にその役者さんとの関係とか、うん、現場でカメラマンとか美術の人の照明の人とかいろいろな人にこう指示出しながらやらなきゃいけないので、うん、それがね やっぱりまあ向いてないですよね、僕は。指示を出すことがですか難しいと思いますよね。で特にこんな、まあ仮に本当に僕が映画撮るとなったら、それこそよそからヒューと入ってきたような <laughs>、あの、物書きなんで、現場の人とこう上手にこう信頼関係を築いて、 やっていくってのは難しいんじゃないかな。うん,うん。ちょっと例えば仮に自分が意図してるのとは違う演技をされたとしても、うんうん、ね、まあ、一、二回はもうちょっとこうやってくださいって言ったとしても、うんうん、あ、でもまだ、まだその理想に、ね、うん、じゃないんだよなっていう時に、うん、まあ、いいかってね、もうなんか何回も言ったら悪いかなとか <laughs>、私なんかこう自分に置き換えると、うん、なんかそこで気使って、なんかこう言えない自分がいそうで、 それはね、でもやっぱダメなんですよね。そうですよね。だからね、うん、マイケル・ジャクソンの This is It じゃないけど、ええ、やっぱりどこまでもやっぱり指示を出して、ねうん、作品をよくするためだからって,って、We's Love、はい、<laughs> とか言いながら <laughs>、うん、やっぱりやっていかないといけないことだとは思うんですけどね。ね<ー>ただもう一個ね、僕はこうゲラとかになった段階で、うん、あ、ここもちょっとこうした方が良かったなとか、後から気がついて手を加えていくことは結構多いんですよね。はい だけど映画の場合はもう撮っちゃって編集の段階になるとそれができないので、うん、それもまたね難しいなと思うんですよね見ててそうですよね、うん、だから本当に短い短編ぐらいであればなんかもしかしたらできるかもしれないですけどやっぱ長いものは無理でしょうねあそうですか、うん、やってみたいっていう気持ちはあったりしますか少しは実はあんまりないんですよ、ね、あ実はないです うん芝居の演出とかの方がちょっとやってみたいと思うことあるんですよね。ーえー、っていうのは見てね、やっぱり不満がいろいろあるんですよ。三島の戯曲とかね、えー、芝居見に行くといつもここそうじゃないんだけどなとかって思っ <laughs> そ,それはね、うん、ちょっとやってみたいなと思う演、ね、演出の演出の家ってことなんです。 大変だろうな。先にちょっとその関係性っていうか人間関係が来ちゃいますか懸念事項として。だってまあ何度か行ったことあるけど映画見てあのエンドロール見てるとね、一どんだけの人が関わってるのかなと思って、それはねもう本当に小説と違うから、それはやっぱすごいですよね。仕事の仕方全然違うでしょ、やっぱ小説。 本当にいろんなことが、ね、起きてるんでしょうね。うん、撮ってる間にね、うん、と思いますけれども。ねうん、はい、えー。メッセージありがとうございました。ありがとうございました。番組へのメッセージ、こんな感じでお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアで OD と検索。その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。では、今回のトミーズチョイスです。はい、今回のテーマ、第2ボタンのお礼に。 私かあのいや、ね、時期的にも卒業シーズンでございますので<ー>、えー、第二ボタンくださいってお願いしてあ<ー>、まあ、いただきました、はい、そのお礼に「私からの気持ちです」ということで、うん、一曲プレゼントするならば、はい、<laughs> どんな曲がいいかというので、えー、選曲いたしまして。はい コルビー・キャレーという、これカリフォルニアのシンガーソングライターなんですけれども、うん、2009年のアルバム、b r e a k t h ス・ト u ルーからの一曲です。まあ、あの、女性版ジャック・ジョンソンとかね、よく当時は言われておりましたが、フォーリン・フォーユーっていう曲を今から書けますけど、なぜこの曲にしたかっていうと、はい、なんかあの、まあ、第二ボタンなので高校じゃないですか。高校時代の恋愛って、うん、そんなに明確な理由もなく人を好きになったり、うん ててたなと思って、うん、もう絶対にここがとか好きっていうよりもなんかこうふわっとした、うん、なんかかっこいいみたいな感じだけで、うん、それでも苦労しくもう、ね、好きになったりしてよくわからないんだけど好きっていう気持ちがこの曲にとても表れていて <laughs> もうあの A メロから出てくるんですけど「うん、I don't know but I think I maybe falling for you. よくわかんないんだけど、多分、好き。恋したかも。<laughs> みたいなところで、なんかあの高校時代のこの不確かな感覚ってね、のティーニージャーの恋愛っぽいなと思って、この曲にしました。 でも僕ちょっと一個質問なんですけど。はいはい。どうしました高校で第二ボタン卒業室にもらうとかやってましたやってないです。<笑><笑>中学ぐらいじゃないですか。あ、中学ですかごめんなさい。い<や>あ、あわかんないけど。そう、あの、わからないのね。今高校ってやっちゃったんですけど、うん、高校時代を想像しちゃって。うん、あ、中学なんですか第二ボタンって。 いや、分かんないけど、中学の時は確かそういうの結構あったんですけど、ええ、高校ぐらいになったらどうかなあんまりそ,そう話聞きませんでしたけどね。失礼しました。うん、じゃあちょっと第二ボタンの下りは忘れてください。<laughs> <laughs> ティーネージ、ね、えー、ラップみたいなところを想像して、イメージして選曲しましたので、お聴きください。コ、はい、ービー・ケレー、はい、ボーインフォーユー。 平野啓一郎のそろそろいい時間。トミーチョイス今回はコービー・キャレーのナンバー、お届けいたしましたが、平野さん、はい、いかがでしたでしょうか。爽やかな曲で <laughs> い。いいんじゃないですかね。<laughs> なんかその、ボタンの話が出ちゃったって、どういうシチュエーションかなって、いうの <laughs> そっちは気になっちゃって、なんか。<laughs> あ、そうですか。<laughs> まあ、でも、<ー>あの、いいと思いますね。ね、なんか、いや、I think。 I like you っていう。うん、多分、そういう感じがするっていうね。ういういしい恋愛をイメージしたんですよ。そう言って、相手に何て言ってもらうのがいいんですかえ、I think I like you って言って、何、うん、て言った僕はそう言われたとして、何<あ>て答えんのかなみたいな <laughs> あ。ああ、なんて答えますなんか、よくわかんないけど、うん、好きです。多分好きって言われたらどう、どう返しますか <laughs> ああはーとか言いそうですね <laughs>。え、ああって。ああはーとか言いそうですね <laughs> あーはー。ああはい。<laughs> 僕はね、がそんな何笑っちゃったかっていうとね、<laughs> <え>僕がそう、あのー、よくそう言ってるらしいんですよ。<laughs> いろんなことに対して。え、ああはーって。ああはーってって <laughs> <laughs>、うん。あーははって。ああはって <laughs>。 今,今で何て言うかなと思って、自然に口をついて出そうになったのが、その言葉だったんで、ね、確かに自分はよくそういうこと言ってるなって今思い出してちょっと笑っちゃったんですけど。ああーはーっていうのは。あーはーっていうちょっと照れ隠しもあるんですかいや、照れ隠しでか、何て言っていいか分かんないっていう, <laughs> うん私はあなたのこと好きだと思うんですよ。って言われて。<laughs> う,うん、うん うん、ああそうですか。<laughs> そうですかって言うしかないですかね。うん。ありがとうございます <laughs> っていうか。そ <laughs> っか。ありがとうございますですよね。そ <laughs>、うん、っか。まあね、その人が、ね、のことが僕も気になってんだったらね、うん、嬉しいと思うけど、なんかちょっと、ワンクッションある言い方は何なのかなとかちょっと考えちゃいけないす、ね。ああ、ねえ。me too、うん、とはならないんですね、すぐに。 僕もあなたのこと好きだと思いますよとかいうのもね、ミー・ミー・トって言ってもちょっと変かなみたいな。楽しいこういう話、<laughs> まああのちょっとサウンド的にも春っぽいなと思ったので、うん、はい、うん、この曲にしたんですけどもね、はい、はい、トミーズチョイス、コービー・キャデ、Fallin' for You でした。ピート 恩心。僕は考えもまとまらないまま口を開きかけた。しかし、先に反論したのは三好だった。でも、どんなに医学や社会保障が整備されても、やっぱり最後は自分の考えで自由視したい人はいるんでしょういえ、僕はいないって考えるべきだと思います。誰だって命は惜しいんだっていうのは、この社会が絶対に否定してはいけない前提です。高瀬船だって、 本当は政治の問題ですよ。自殺に追い詰められるまで、その人たちの命なんか気にもかけずに放置していたのに、お兄さんが弟の自殺を放助した途端に処罰するっていうのは卑劣じゃないですか。国家が何もしなければ、ますます自己責任になる。家族任せになったら、弱い立場の人は家族に迷惑がかかるって自分を責めます。死にたいんじゃなくて、いなくなった方がいいって考えてしまう。 歳を取ってィーは真剣な目で三好を見据えていったそれは単に自分の考えを主張しているだけでなく三好がどういう人間なのかを今にも壊れそうな期待と共に知りたがっている表情だった三好はその様子に一旦毛をされたように下を向いたがすぐに顔を上げていっただけど現実的にもうこの国でそんなこと無理じゃない こんなに衰退して、どこ見ても年寄りだらけで、誰ももう安心して人生を全うできるなんて思ってない。そんな前提、夢物語なんだから。もっと裕福な国だったら違うだろうけど、ないお金はないのよ。それはどうしたって。昔の日本とは違う。だったら、その世界なりの考えしか持てないよ。だからこそ言ってるんです。役に立つかどうかとか、お金を持ってるかどうかとかで、 人の命の選別をしちゃいけないんです。自分の意志で自由視したいって人がいたとしても、その理由をたどっていけば、どっかには必ずそう考えるしかなくなってしまった事情があるはずです。それを取り除いてやることを考えるべきです。そんなに一人の人間の人生を全部きれいにはできないよ。現実を受け入れながら、ちょっとでも生活がましになったら、ああよかったなって、夫一息ついてるっていうのを、 ずっと繰り返しているうちに人生が過ぎていくと思う。解決しようのない問題、たくさん抱えて生きてる。イフィーにはこの世界を変えていく力があると思うけど、私たちには無理なの。私たちは無力なのよ。それは分かってほしい。三好の私たちはという言葉には、当然のように僕も含まれていた。僕はこっちの世界の人間であることの無力化に抵抗しつつ、自尊心を押し潰されていた。 でも、咲夜さんは勇敢ですよ。苦しんでる人を身を挺して守ってあげられる人です。僕は咲夜さんの動画を見てから、自分の中でずっともやもや悩んでいたことが何だったのか、分かったんです。僕はフィジカルな世界を生きづらい人たちのために、仮想現実の世界のアバターを作ってきたけど、やっぱりそれだけじゃダメなんです。ええー、私はそれで救われてる人間なのに、イフィや破眼した身をしにこうするように、僕を振り向いて、笑顔で見つめた。 平野慶一郎の「そろそろいい時間」お送りしたのはアルバム「M」から菊池正文「ItMight as WellBeSpring」でしたはいマイルスやギル・エヴァンスなんかからもですね非常に高く評価された、まあ、プーさんという愛称で知られる、えー、菊池正文さんですけども何とも言えない詩的な 内政的な世界で、本当にこう、聴き始めると彼のこう一音一音にすごく集中するんですよね。うん、で、僕はね、すごく好きなピアニストなんですけども、まあ、ものすごく変わった人だったみたいで、えー、<laughs> あの、お付き合いのあった人たちの思い出話を聞くと、またそれがすごく楽しいんですけど、うん、僕は残念ながらちょっとお目にかかる機会はなかったんですけど、はい、ずっとニューヨークで活動されたので、まあ、でも本当に、なんていうんですかね、春の この微妙な気候の中でね、こうしんみり聞くのに、すごくいい音楽じゃないかなと思いますね。ね、心がすごく静まり返るっていうか、うん、落ち着く音,、はい、音、音色でございました。はい、ジャズピアニスト、ね、で、はい、ま文、うん、it might as well be spring でした。そして、お聞きいただいた朗読は、今回は本心からでした。うん そうですね。まあ、ちょうど本心の主題になっている自由史っていう無条件の安楽史をめぐって登場人物たちが議論を交わしていることで、うん、このところちょっとね、社会でもいろいろ、なんていうんですか、話題になることがあって、まあ、やっぱりね、これが社会の中で、これから社会保障とかどうなっていくのかとかっていうことを議論することは必要だと思うんですけど、うん、まあ、だからといって、その、なんていうの、年寄りみんな死ねみたいなことを、 まあ平気で言うような人たちが出てくるっていうのはちょっと恐ろしいですよね。うん、で、まあ、その一方で、やっぱりこう安楽死を認めるべきじゃないかっていう議論自体は、かなり世界的に広がってきてはいて、認めてる国も増えていってるので、うんうん、何かこう、もうちょっと落ち着いたまともな議論っていうのは必要な気がしますけどね。それを最終的に認めないにしても、うん やっぱり議論しないと、何もこう話し合わないままそういうのの流れが回ってきたときに、準備ができてないっていうのは非常にこう良くないとなので、うん、まあ小説の中でそういうことをちょっといろいろ書いたので、まぜ、あ、ひちょっとね、この機会に読んでもらいたいなとも思ってます。そうですね。なんかこう、向き合おうとしてない感はありますね、特にこの国は。うん、そうですね。はい、えー。 の三好と朔也さんとイフィっていうですね、うん、この3人の、なんかあの、本当に独特な、うん、なんていうんですか、関係性っていうか、うん、なんか今、あの、朗読を聞きながら思い出しました、このシーン。はい。暖かくなって、ちょっとしたお出かけなどを計画している方もね、ぜひ、そんなお供に、本心いかがでしょうか。はい。ピート平野健一郎の、そろそろ。 お送りしたのはアルバムラプチャーからアニタベータースイー Sweet Love でした。はい。ブラックコンテンパリーの実力派ですね。うん、1986年のアルバムですね。まあ非常にいい歌声で聴き入っちゃいますけどね。うん。私のそのトミーズチョイスも含めですけれども、うん、なかなかこう R&B 系はね、うん、そんなに私たち選曲、どちらかというとしない方なのかなっていう中で、うんうん、なんかそういう意味でも新鮮に。 聞かせていただきましたけれども、はい、はいはいえー、アニタベイカーの Sweet Love お届けいたしました。p e o p 平野幸一郎のそろそろいい時間。p e o p 平野幸一郎のそろそろいい時間いかがでしたか。はい。だって、えー、今年はですね、3.11、うんね、東日本大震災から12年。 一回りだったっていうところなんですけれども、うんうん、関東大震災からは100年があっという間の12年っていう感じですけれども。そうですね、ちょっと信じられないぐらいの速さですけどね、はい、まあその間にやっぱりいろいろ社会も揺れ続けましたよね、頑張んなきゃみたいなとこからこうナショナリズムが高揚したりとか、脱原発に向けて、 突き進んでいたのに、なんかここに来て後戻りしてるみたいなこととか、うん、まあちょっとやっぱ考えさせられる12年でしたね。で、被災者の方もやっぱりその中でいろんな生活があったと思いますし、まあ身近なところで言うとね、やっぱり震災の後、防災グッズっていうか保存食とかを買ったんですよね、はい、僕うん、うん、だけど、幸い と言うべきかもしれないですけど、結局、水とか、その、いろいろな非常食とか使わずに済んだので、はい。それの賞味期限とか、あのだいぶ切れたんで、処分したりとか、まあ、水は水でちょっとこう、うん、海葉植物をあげたりとかです、いろいろな使い方をして、もう一回ちょっと買い直したものとかもありますけどね。はい。 こういった、まあ、半年に二回ぐらいですかね、って言われてますけれども、うん、防災グッズの改めて確認、中身の確認だったりとか。うん、あと、家族でね、どこに集合するかなどなど、うん、そういう話し合いの機会っていうのをね。やっぱり設ける時期にしたいですよね。そうですね。はい。うん、番組へのメッセージ、お待ちしております。ウェブ、もしくはアンドロイド、アイフォンのアプリストアで、オーディーと検索。そのオーディ内にある、番組ピープルのメッセージフォームから、お送りください。 また、ウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。それもぜひチェックを。来週のこの時間は、広金健志さんが担当する、People 編集長お時間ですをお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間。お相手は平野圭一郎。